No Hate TV. 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 ノーヘイト TV。 こんばんは。はい、つけ忘れた。ノーヘイト TV。 こんばんは。はい、こんばんは。今日5月最後のノーヘイト TV です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。クラックの野間康道と、はい、ノンフィクションライターの安田光一です。どうもよろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、こういうネタをやりますが、うん、はい、こんな個人名なんか出しちゃってね、うん、誹謗中傷じゃないですか。ええ、まあ誹謗中傷とかない。誹謗中傷どうだよね、この、うん、日本のニュースだと、はい、あんまりこの話が出てなくないですか。そうですね、大きく取り上げてるところはあんまりないですね。やっぱり業界のなんか、うん、そういう都合、いや、業界の都合じゃないと、それ感度の問題だと思いますよ、うん、感度とセンスの問題。まあ、今日もなんかね、銃乱射事件が小学校であったみたいですね、アメリカでは。で、まあ、西村博之が何かやったわけではないんですけども、はい、歴史的な位置づけとして、西村博之という人がすごい重要であるという、うん、こういう事件に関してね、これだけじゃない。いろんなこれまでのこういうこの手のヘイトクライムに関して、重要であるというところをちょっと掘り下げていきたいなと思いますが、今日はバカニュースあります。はい。久々に来た。え、あるの？久々にちょっとしばらくね、ええ、タマキンおとなしかったですけど。そうですね。はい。はい。しかし、うん。コンタマと言いながら大塚さんです。はい、これはどうですか、この意見。いや、どう、何がいけないの。ロシア人が戦車がこう侵略してきた時に道が分かってしまう。俺ね、この手の取材って何とかしてるんで後でお話ししますけどね、はい、本当バカバカしいね。だからバカニュースに筆頭にふさわしいニュースだと思います。筆頭ですよね。ええ、筆頭にふさわしい。これはもう十分にバカと言って構わないもんね。でもみんなにものすごいツッコミを受けて、1時間ぐらいで消えたんですよ。1時間以内かな。あ、そんな短命だったんですか。短命です。はい、もうサクッと撮ってきましたけど、はい、あ、よく間に合いましたね、これね。それでね、ええ、やっぱりね、これ何が問題かって、この短時間の間にこういうヘイトスピーチを誘発するんですよね。うん、はい、ハングルとか反対字表記がどうとかね、はい、この人反対字とか反対字って言いたいんじゃないかなと思うんだけど、反対字と反対字の区別がつかなかったんでしょうね。うん、このなんか中国語やハングルもとかって言い出して、はい、どうしたいんだと、目的が何なんだっていう、うん、だからね、もしもの時誘導することになりますって。あのね、いや、いいや、仮にね、軍隊が攻めてきたとしよう、道路標識見て来るかっていう話だよね。まあ実際ね、この間ロシアでは道路標識を止まるのかよ見てたらしいんですけど、それはなぜかというとロシア軍がグダグダで、その命令系統もなんかよく分からなくて、なんか民生のスマホとかトランシーバーとか使って道路標識を見ながら来てたっていうやつがいたらしくて、でウクライナの道路会社はね、標識を撤去したんです、うん、撤去したから書き換えて、全然別のことにした、はい、だからそのネトウヨっぽい人がね、これはその安全保障の問題に関わるんだとか言って、うん、ウクライナでもロシア語を消したけどとか、うん、いや、ウクライナ語もキリル文字なんですけど、そうですね。ロシア人がキーを読めないわけがないから、そう、もう全然書けない、こじつけなんですよ。こじつけ、一時停止って書いてあったら一時停止するのかって話ですよね。で、ここでやっとさ、本丸登場、はい、で玉木さんが消させたわけです、これ話し合って、裏で電話とかして、あんなん書いたらダメだよみたいな、でそう、私が消させましたみたいなことをね、はいはい、言ってんですけど、
この言い分もおかしいと思うんですよ。安全保障の観点ってお前思ってんだみたいな、うん、排外主義と捉えられかねない表現でありって排外主義そのまんまですよね、はい、ええ、本当ですよ ねご指摘ありがとうございますとこの話じゃないよね、うん、謝罪しないとこれ。ほんでね、この玉木さんのツイートもね、はい、1時間以内に消えちゃったんですよ。なんでみんなに突っ込みまくられて、どこが安全保障やねんとか言って、え、何なの この人たちっていう、うん、なんかさ、口で言ったことを、口でっていうか、まあ、ツイートしたことを消して終わりっていうか、それでいいんですか、そういう態度で。ね、ネトウヨじゃあるまいし、うん、まあ、ネトウヨみたいなもんか、まあ、高等の代表がこれですからね。そうなんですよ、それでその安全保障と関わりがあると思ってんだこの人、まあ、このロシアのね、あの恵比寿駅でロシア語 の、はい、あのあれを消させるみたいなのがあったじゃないですか、はい、であれで一応もうそういう事例としてあのみんなに話題になって、うん、こんなことはダメだねってなった後にこれですからね、はい、やっぱりこれネトウヨに媚びようとしてるのかな、うん、まあ、一つのマーケットとしてね、うん、もしかしたら有望視してるのかもしれない、はあ、うん、あのマーケットとしてはね、まあ、まあ、有望視っていうか媚びようとしてるっていう意見もあったけど、うん、そうじゃなくてネトウヨと考えが一体化してるんだと思うんだよね。そうよね、うん、でもこれはね、何もその北海道の話、ロシア語の話に限定したわけでもないわけですね、うんうん、まあ、そもそもこれね、うん、あの今野間さんがそのリアクションのさまざまなツイート出しましたけども、うん、これによって、差別と偏見が拡散される、うん、扇動されるっていう思い至らないところに、うん、もう僕はもうダメだと思ってるわけですよ、ね、でこういうことがやっぱり差別積み重ねると、うん、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムになっていくっていう話ですからね、うん、で似たようなことって今までいっぱいあったじゃないですか、うん、例えば電車の中で最近ですとハングルおよび中国語表示が出てくると、うんうんうん、降りる駅が分かんなくなるからやめてくれみたいな難癖をつけるやつが後を絶たなかったですよね、うん、ネット上では。絶対分かるよね。分かるでしょうね。降りる。それから僕最近とか数年前、2、3年前かな、沖縄でね、うんうん、やっぱ道路標識があったの。工事会社が、うんうん、建設会社が作った工事用の看板なんだけど、うん、臨時看板で、うん、道路の隅に置かれてたんだけど、うん、左に曲がると女村役場って書いてあるわけ、うんうんうん、これを、韓国語と中国語の表記だったわけですよ、うんうんうん、そしてそれを見た、まあ、我々がずっと批判してきた沖縄ヘイトオールスターズの面々がね、テドコンさんですか、そう、うん、ついに沖縄もね、これ後の話もつながってくるんだけども、うん、ついに沖縄も中国韓国語が溢れてるみたいなね、つながってきますね、ね、で要するに乗っ取られたみたいな話に、うん、をリアクションの中でどんどんいろんな人が言ってくわけ、うんうんうん、でじゃあ私その現場行ったわけですよ、うん、看板があるとこ、うん、確かに中国語と韓国語、まあ、ハングル表記でもって、うん、左に曲がると女村っていう表記はあった、うん、間違いなく、うん、その手前に日本語の看板があるんだよ、うん、左折すると女村役場ですって日本語の看板もある、意図的にそこを映さずにそういうことやるわけです。同じことばっかりやってるよね。この間川崎でもあったよね、ハングル看板がとか言って手前に日本語も英語も書いてあるみたいな、ね、それ映さないでね、うん、そしてハングル表記と中国語表記のところだけをクローズアップしてね、うん、であたかも外国人に乗っ取られた沖縄みたいなものをね、やっぱ演出しようとしてるわけですよね。今日の特集と関係あるということをあらかじめ種明かししておくと、お前ら銃乱射事件の犯人と同じ考えだから、はい、そういうことです、っていうことを言いたいですね。はい、その通りです。犯罪者一歩手前やから、その、なんか捏造してまでそういうこと言うやつって、はい、っていうことで、はい、バカだなあっていうところで終わります。まあ、ただね、大塚さんまだこの話ずっと続くんですけど、なぜこうなったのか調べる、うん、で山田博史の言い方をここで取り入れてるんですけど、こういう煽りね、でこれほんまに知らないのかな、なぜこうなったか、こんなこと知らん人いる、日本の人で、大塚さんぐらいじゃないですか、日本の大人で、ね、ロシアの人がいっぱい来るからですよね。いや、その通りです。でそしてもう、ね、例えばビザなし交流とかもやってるし、ね、やってるわけです。で北海道ですと、うん、例えば小樽とか函館とかね、うん、そもそもロシア人居住者もいっぱいいるわけですよね、うんうんうん、あのビジネスやってる人なんか、そういう利便性を考えるっていうことは別に何の問題もないわけです、はい、でちょっとね、これに関連して、だからやっぱりこういう議員がこんなだとやっぱこうなりますってことで、これね、ほら、はい、前の昔のニュースかな、前やったニュースかなって思うでしょ、違うんですよ、今日のニュースなんですよ、銀座の私も写真撮って、はい、取材してきましたよね、はい、未だに被害を受けてる、はい、ずっと続いてるらしいんですよ、うんうん、だからまあ政治家はなんかこれアメリカの人が犯人らしいんですけど、はい、なんか政治家はこうだとこういうこと続くよねっていう、その通りです、脅迫メールとかね、はい、
これこんなんダメですよって 2,3 週間前、1ヶ月ぐらい前にやってる、ね、やりましたよね。 でも全然続くという、はい、ノーヘイト TV 見てないのかなみんな、うん、はい、先生次、これ一旦バカニュース切りましたけど、次またバカニュース、はい、バカニュースです。これね、うん、あの前は、非暴力直接行動ということで、はい、すごくこう真剣な、に取り上げましたね、この正当性を、はい、言うということを。だけど今日バカニュースに格落ちしちゃいました、うん、っていうのは、あの書類送検されて、これ全員呼び出しがあったんですよ。だからこれ、はい、そのちょっと現状報告っていうか、うん、あの取材の結果をこれどこも報じ、はい、マスメディアは報じてるので、マスメディアは書類送検されましたってことだって、その後どうなったかなんか全然報じないじゃないですか、ね。そうですね。で、一般の人で書類送検っていうだけで、あたかもそこに犯罪が成立してるかのように思ってる人も多いですからね。だからそれをその独自取材に基づいてお伝えしますと、はい、17人書類送検されて、はい、今全員のその聴取が終わりました、はい、検察で。で、どうもその1回ずつで終わりみたいなんですけど、最初はまあなんか40分ぐらい、はい、40分って短いのかな、うん、もう検察に聴取されたことないから分かんないんだけど、うん、どうなんでしょうか、短いのかな、まあ短いと思います、うん、ええ、警察の聴取に基づいて検察いろいろ確認みたいなこと聞かれてね、で中にはね、あのもし略式裁判で罰金って言われたら正式裁判に切り替えて戦うっていう人もいたんですよ、うんうん、でそういう人も含めて、はい、その検察官は何を聞いてくるかっていうと、あの次またデモがあったらまたシットインしますかって言って、うんうんうん、そうすると大体ほとんどの人が、うん、またしますと、あの形式的にそれは違反になってるかもしれないけど、うん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 、これは必要なことだからまたしますと、はい、ほぼ全員が答えたらしいんです、ええええ、で、それを調書にどう書くかというと、うん、検察はあの反省してもうしませんと言っているって書いてある、うん、調書は、うん、に嘘書いてて、だからもうね終わらせたいんだよもうでね、うん、それを突っ込んで、いやまだしますって言ったのがなんで書かないの、いやいやいや、もう本当はもうしないと思ってるってことは分かってますんで、もう書かないっすとか言って、絶対にまたしますって書かないんだって、うん、全員、ええ、で、これは不起訴にするつもりなのかなとかと思ったんですが、うん、最初の方ね、うん、なんだ後ろの方の人になってくると聴取時間がどんどん短くなっていって、うんうん、最初の人40分とか1時間とか聞かれてたんだけど、うん、最後の人ね13分ですよ、うんうんでももう人定で終わりじゃないですか。そうで最後の人13分で、その場で今回は不起訴ですって言われてるらしいよ、だからまあそれは良かったんだけど、はい、そんなしょうもないことのためにね、うん、いちいち送検してね、うん、人の手間取らせてね、仕事休んでその呼び出しに応じて行ったりとかしてね、何がしたかってんっていう。でこれ結局新聞が報じたことによって国盛が、全然関係ない国盛が勝利宣言して、うん、全く関係ない、ね、国盛だけが得してるでしょ、何なんだっていうね、うん、というようなあの状況だということを今お伝えしておきたいなと思います、はい、おそらく全員不起訴になるでしょうっていう流れですよね、はい、でもこうやって言ったらあの向きになって向きになって起訴してるみたいなするかもしれないその場合はごめんねみんなはい、はい、あともう一つね、はい、この問題ね、はい、今新聞が報じたって言ってるけども、うん、これ警察の問題としては、うん、広報案件にしてるってことですよ、うん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 、つまり日々何らかの形で書類送検なんて行われてるわけ、うん、毎日のように、うん、いろんな事件で、うん、あるいはいろんな事象でもって、うん、これ広報案件ってのは限られてくるわけです、うん、つまり、わざわざ発表するってこと、ね、発表するっていうこと ね、そうそう記者発表して、まあ、投げ入れ込みしてるのかどうかわからないけども、そういうことをやって、まあ、あわよくばこういう抗議行動を抑えようと思ったんだけど、うん、誰も反省しせずに次やりますかって言うとまたやるっていうので、うん、いやいやこっちとしてはちょっとこう報道発表とかして萎縮させようと思っただけなんですけどみたいなっていう話もしましたよ ね、まあただね報道発表じゃしないのもまた問題な時もあるわけですよね、うん、こっそりやられてしまうっていう、うん、これでなんか批判を喚起するって目的も、うん、あの僕らとすればやりようもありますんでね、うん、そこはあれなんですけども、ただ無批判に垂れ流すぐらいだったらこんなもん流さない方がいいという話です。はい、バカニュース以上です、はい、次バカじゃないニュース、深刻です、前にちょっとお伝えしました、うん、あのゴルフクラブにね、日本国籍取った在日の人が、
あ、入会拒否されたということで、提訴しました。当たり前ですよね。そうそうです。でね、これはその愛知カントリークラブっていうところらしいんですけど、愛知県の愛に岐阜県の岐っていう、はい、岐阜県可児市の、はい、ここがですね、に330万円の慰謝料を求める訴訟を起こしたと。うん、でね、先方は何て言ってるかっていうと、外国人の会員数を制限する枠を設けており、うんうん、日本国籍を取得した人も制限対象にしているなどと説明した。いや、おかしくないですか。もう何から何までおかしいね。そもそも外国籍を制限していること自体がおかしい。うん、それからこの人はあれでしょ、あの、日本国籍なわけでしょ。外国人じゃないよね、ね、法的にはね。そうなんですよ。うんうん、だから、そのなんていうか、民族と国籍とか、そのネーションとステートの区別がつかない人が、うん、その社会の中心部にずっとみんないるっていう感じですよね。はい、その通りです。で、そのまま社会を運営しているみたいな感じで、こういう、でこうやって不当な目に遭う人が出てきてしまうっていう、ことです。まあ、そもそもね、うん、時代遅れもいいとこですよね。うん、ゴルフの会員権、例えばそのかつてね、あの小金井カントリークラブをはじめとする億単位するようなね、会員権だけで、うん、そういうところが紳士のスポーツとしてね、うん、いろんなものを排除していったって歴史はあるわけですよね。うんうんうん、でもうそんなの時代遅れであって、うんうんうん、でもうほとんどなんかもうヤクザ半グレみたいなやつが金詰め誰でもなれるような中で、い、う、ま、んうん、だに国籍民族を気にするってこと自体が、うん、もう頭どうかしてますよこれ、うんうん。じゃあ暴力団員だって堂々と会員になったりしてるわけですよ、身分変えて。うん、だからまあ、うん、これまあ裁判ちょっとあの行く末を見守りたいと思いますが、はい、裁判関係もう一つに、これちょっとあのなぜかあのバタバタしてて、うちの番組で全然全く取り上げてないんですけど、はいはい、モルガン・スタンレーで、ね、レイシャルハラスメント事件っていうのがあって、はい、これは去年の11月のニュースですけども、裁判が進んでおります。そうですね。で明日、10時からです。はい、第7回の口頭弁論期日が明日あるということで、はいはい、これはメーリングリストに申し込まないと、はい、傍聴 の, あのいろんな詳細が分かんないんで、もしあの気になる方はこれぜひ申し込んでみていただきたいんですけど、前あのうちの番組にも出てくださったムンゴンヒさんがあのやってる、はい、メーレック多民族共生っていうところが支援しているってことですよね。はい、安田さん、これ何回か傍聴されてるんですよね。そうですね。明日は第7回の、もう7回目ですね。はい、7回目の期日になって、10時から東京地裁で行われますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、時間がある方は。はい、で、まあ、これ、もうざっくりと説明しますとね、はい、モルガン・スタンレー MUFG、これ三菱 UFG のことですね。うんうん、モルガン・スタンレー MUFG 証券の韓国人の元社員がですね、うんうん、これ2021年の3月に、昨年3月に提訴したものなんですけども、はい、要するに社内で、はい、レイシャルハラスメントにあったと、はい、その上、解雇されたということに関して、はい、損害賠償請求を求めて、はい、裁判を現在行っているということなんですけども、はい、この韓国人、要するに韓国人ですね、はい、韓国人の元社員というのは、あの債権デリベティブの担当だったわけですよね。うん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 、で、まあ、いろいろ実績も相当上げている方の、うん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 、ところがですね、2012年の8月、うん、まずね、上司からですね、いきなり、うん、恫喝されるわけです、うん、取締役でもあるその上司がですね、2012年です、はい、一番最初の事件が、すごい前だよね。そうです、この2012年8月にね、うん、この仮に A さんとしておきますけども、うんうんうん、その韓国人社員の A さんのところに取締役でもある上司が来てですね、うん、天皇を侮辱するなって怒鳴ったわけです、うんうん、何があったかというと、2012年8月、うん、当時韓国の大統領だったイ・ミョンパク、うんうんうん、竹島に上陸したわけですね、うんうんうん、あの時ネトウもガガいろいろ騒いだじゃないですか、うんうんうん、でこれに激怒したわけです、これ取締役が、うん、ね、そして天皇を侮辱するなとですね。でもその人が上陸したわけじゃないわけでも何でもないし、この人が何か天皇を侮辱したわけでは何でもないわけですよ。え、在徳会なの、モルガンスタンレー。そう、もう、まあ、まずそんな感じ上司ってでね、まあ、怒鳴ったわけです、うん、でこれが最初の事件ですよ、うん、それから、2014年2月、うん、これちょうど東京都知事選の選挙戦が行われた、うん、この上司が再び A さんのところに来てですね、うん、当時田母神俊夫というのが選挙に出た、うん、あの元航空幕僚長ですよね、自衛隊の、うんうんうん、その田母神が出てるんだけども、田母神でなければどのように東京と中国は、あ、東京は中国と韓国から守ることができるんだと、うん、
ってこの人に詰め寄ったわけです。ダモン神関係ねえだろ。この人に言われてもね。ええ、でこうしてまあ非常にストレスなんか溜まっていくわけですけども、うん、さらには徴用工問題で不満をぶつけたりね、うん、あるいは韓国軍が自衛隊機にレーダー照射をした問題の時にもどうかしろと、うんうん、この人別に韓国の代表じゃないですからね。でもどうにかしてくれとか ね、うん、徴用工は何なんだって言ったことを言って、うん、でこの人は2020年に人事部にこうしたハラスメントがありましたよってことを申告したわけです。そうしたら人事部としてはハラスメントに当たらないと、うん、事実関係は認めてもこれハラスメントではないという結論を出すわけです、うん、そしてこの A さんは本社、うん、つまりアメリカの CEO にね直訴するわけです、うんうんうん、そうすると今度は会社側から圧力がかかってこれを口外するなという命令が入る。で、口外しないようにサインを求められるんだけど、うん、A さんそれを拒否するわけです、うん。で、拒否した上で、また刑事にメールを送ってですね、うん、ハラスメントの事実を、うん。で、そうしたやり取りの中で、検責処分を受けるわけです。うん、会社側から、うんうんうん。もう本当に外資系と言いながら、もろやってることは日本企業なわけですよね。うん、ね。で、検責処分を受け入れられないっていうことを拒否することによって、解雇というふうに追い込まれていったわけですね、うん、全然会社側に正当性がまるでないじゃないですか。まるでないんですよ、うん、でこんなの本当にレーシャルハラスメント以外の何者でもない、うん、明確にこれハラスメントによる不当解雇、うんうんうん、パワハラであることパワハラレーシャルハラスメントであることは間違いないわけですね、うん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 、で今そのことを裁判で争ってます、うんうんうん、はい、はい、じゃあこれ急な話ですけど明日裁判なので、この、関心のある方はメーレックのツイッターアカウントを見れば詳細が書いてありますのでぜひ行ってみてください。そうですね、はい、あと裁判関係そうですね、まあ、今日になってねバタバタバタっていろいろ裁判の結果が出てきたんですけどね、はい、一つが生活保護の引き下げ、はいはいはい、これを違法と判断つまり取り消すね、うん生活保護の引き下げが違法ですよっていうことを、認めた熊本地裁判決が今日午後出たわけですよ、うんはい、これ何かっていうとなんで我々の番組でやってるかというと我々の番組でも何度か生活保護問題取り上げたけども、うん、これは背景レイシズムを背景とした生活保護バッシングっていうものが、うんうんうん、2012年13年と立て続けに起こっていった、うん、その頃からこれを端緒にね、うん、端緒に国はね生活保護を減額していくわけです、うん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 、でこれは違法だろと、うん本当に最低限必要な生活を保障するための生活保護はですね、うん、こうした議論の中でどんどん減額になっていくのはおかしいじゃないかということで、うんうんうん、全国各地でね、うん、生存権つまり自分たち生きていくために必要なんだということで、うんうんうん、生活保護当事者を中心として各地で裁判が起こされていく、うん、ほとんど負けてんですよ、うんうんうん、生活保護の減額は今デフレなんだから当然でしょみたいな物言いで、うんうん減額認めてるんだけどもそうした中で熊本地裁勝ったんです、うんうん、つまり引き下げは違法だということ、うんうんうん、まあ、全国何か所かで裁判を起こしているうちに大阪地裁も、違法を認めたんで、うん、厳密に2か所目になるわけですけども、うん、今回熊本地裁が国の引き下げは違法だと判断したということ、うんうんうん、これはちょっと画期的な動きだと思いますね、うんうん、で今日早速弁護団はこれもう国はね控訴しないようにと、うんうんいうことを、主張して、はい声明を出しているということそれからもう一つが、はい、これも私たちの番組で何度かやってきたもう愛知トリエンナーレ、はい、これ名古屋市がね、うん、本来負担すべきお金を全額負担せずに、うん、一部負担しなかった、うんうん、未払いがあるわけです、うん、なぜ未払いか、うん、これも言うに及ばず表現の不充填の問題ですね、うん、でこれが、要するにけしからんということで名古屋市は河村市長の温度の元ですね、うんうん、3000万円、うん、本来払うべき3000万円を負担してない、うんうんうん、でこれに対して実行委員会がこれは支払うべきでしょっていう形でもって裁判を起こしたんですけども、うんその負担金の、請求訴訟でもって、うん本日、要するに実行委員の訴えを認めて、うん、市に名古屋市に対して未払い分の支払いを命じる判決を今日言い渡したということ高市が負けてるそういうことです、はい、だから非常に喜ばしい、判決が今日2つあったということでした、はいでは特集へ行きたいと思います、はいはい、これこれなんていうの、うん、この銃はこれはね、まあ、アソルトライフルなんですけども、うんはい、なんていうか自動小銃あ、はい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 、機関銃とはちょっと違うらしいんですけども、アソルトライフルって有名な AR-15 とかね、ああいうものに似てるこれはブッシュマスター XM-15 ってやつなんですけど、うんうんうんそういうものらしいですだから強力なブッシュマスターだから本来だったらなんだろう、動物撃つための狩猟とかに使うようなやつなんですけど、まあ、自動小銃です、はい、で事件の先週ちょっとやりましたけど、はい、あれは先週もすぐ翌日とかだったんで、はいざっと出したらちょっともう一回振り返っておきます、はい
ニューヨーク州バッファロー、ニューヨーク州の中のバッファローという町にあるこのトップスっていうスーパーで、はい、18歳の人が銃を乱射して10人が死亡、ヘイトクライムで捜査というのが、これが、15日の日本語のほぼ第一報に近いやつですね、はい、でその後のいろんなことで、こういうことが分かってきました。犯人はニューヨーク州コンクリン在住のペイトン・ゲンドロン、うんうん、このコンクリンってところは、はい、バッファローから300キロぐらい離れてるんですね。外離れてるみたいですね。すごい離れてるんです、はい、で車で3時間ぐらいかかるところなんですけど、はい、13人を銃撃で10人が死亡、はい、で被害者のうち11人が黒人と、はい、この11人というのは亡くなった10人は全員黒人です、はい、で3人が怪我をして生きてるんですけども、そのうちの、1人も黒人です、うんうん、それからそのわざわざ遠いところに行ったんですね、最も黒人人口、ニューヨーク州の自分の近場で最も黒人人口が多いところを探して、バッファローだと、はい、いうことで、はい、バッファローまで行ったと。これカナダとの国境です、うん、だからデトロイトの手前ぐらいの、デトロイト、バッファロー、デトロイト、シカゴみたいな感じでこう、うんうん、ミシガン湖の下にこう並んでる感じで、はい、五大湖の下に。で、犯行の様子を Twitch でライブ中継、これは Twitch で始まってから2分で打ち切られたらしいんですけども、はい、うんうんうん、その間に実際に打って、はい、人が亡くなってる様子とか、うんうん、そういうのが映っています。はい、でまあ、今は削除されてるんですけども、当然ひどいライブ配信、しながら、はい、こういうひどいことをしたと。だからさっき言ったその銃はブッシュマスター XM15 っていう、うんうんうん、でそのさっきのタイトルのところにもありましたけど、はい、分かりますけど、ここにいろいろ書いてあるんですね。そうですね。でこれが非常に、問題というかですね、はい、その全部がもうその向こうの報道ではレイシストランゲージっていうふうに言われてますが、はい、差別的な落書きですね。落書きっていうか、まあ、自分でやってるから、まあ、そういうことを銃に、はい、実はあれ表裏びっしり書いてあって、もう一本銃を持っててそっちにもびっしり書いてあるわけ。ちょっとやっぱりおかしいな感じがします、はい、それからGoogle Docs にマニフェストを残してました。これが180ページに、うんうん、ね、すごいですね、180ページってのはね、詳しいやつで、はい、でその中にこういう理由で、はい、こういうことをしようと思いますと、で武器は何を使ってみたいなことが全部書いてあると、はい、マニフェストっていうのはこういうやつですね。これ武器は、うん、こういう武器を、これマニフェストのスクリーンショットですけど、はい、こういう武器を使って、やるのだと、はい、なぜこれを使うかとかね、ええ、でこういうふうに書いてあります、これこのマーク、この間のほらブラックサンですよね、そうですね、アゾフ連隊の時の、はい、やりましたけども、で、まあこれが事件の、ここまでは事件の概要です。で犯人はすぐ捕まってね、うん、まあその無罪を主張してるらしいんですけど、いろいろとこうひどいなということが、まずその被害者はまず10人の人は黒人なんですけど、うんうんうん、これは被害者の人、要するにこう、はい、Say their name っていうね、被害を受けた人の名前を言えた犯人ではなく、はい、っていうようなことで被害者を追悼するイラストを描いた人がいました、はい、で、さっきのこれがその Twitch の、うんうんうん、スクリーンショットです、はい、でこの倒れてる人もいますけども、こういう感じで、こう犯行をそのまま中継していたと、うんうんうん、ライブ中継したわけですね、全てね、はい、でね、まあ、こういう感じで、ね、車に乗ってこう、はい、トップスって向こうに見えてますよね、スーパーにわーっと行って、いきなり撃ち始めるわけですよね、で、これもスクリーンショットが、はい、出回ってます。これモザイクかけたの僕なんですけど、もともとモザイクかかってない画像がいて、ここに撃たれてる人がいます、はい、写ってます、で、ポイントはですね、銃の左手のところになんか白で書いてあるでしょ、うん、はいはい、これね、ここの部分、うんうん、でこれは何かというと拡大すると、うん、
いや、ちょっと読みにくいですけど、ここにが、にがと書いてあります。いわゆる N ワードって呼ばれてるものですね。はい。はい、で、もう一つ、手前に、はい、14って書いてあるでしょ。はい。で、この14って何か知ってます？ 14 は何なんですか、これは。これは、この14ね。これね、なんか、この間横浜で、聖さんと、うん、ネオナチの話をした時にも出てきたと思うけど、88とかね、14とかこういう数字が結構、ネオナチのシンボルとして使われることがある。これアルファベットの順番なんかを意味するもんですね。そうです。これはね、順番というかね、はい、語数ですね。語数です。なるほど。はい。こういうことです。14は、14 words って言って、この We must secure the existence of our people and our future for white children っていうね、うん、こういう、まあ、宣言というか、まあ、これ自体がマニフェストなんですけども。14語だったってこと。はい。これの14語。うん、ええ。これを14語であるから、はい、14と表現するだけでこの内容だと、ええ、ネオナチ、ホワイトスプレマシスト同士では通じるわけです。うん、でも入れ墨に入れたりとかね、うん、するわけですよね。で、その10にいっぱい書いてあるのが、うん、ここにもね、いっぱい書いてあるんですけど、うんうん、あんまりちょっと見えないかもしれないですけど、まずその真ん中辺に、ディラン・ルーフって書いてあります。うん、ディラン・ルーフっていうのは、2015年に、サウスカロライナ州のチャールストンの教会で、黒人の男女9人を、はいはい、殺した銃乱射の犯人ね、うん死刑判決になってます。うん、それから、この重傷のところに、Here's your reparations って書いてあります。うんうん、これ意味わかりますか？この、うん、レパレーションっていうのは何かというと保証って意味なんです、うん、戦後保証の保証、うんうん、がレパレーションです、うん、でつまりこれはその植民地支配とか奴隷制とか の、うんうん、その保証を求める運動っていうのがずっとこう、なるほど、公民権運動の後はね、そういうふうに黒人の権利運動は動いて、うん、移行していくじゃないですか、うん、でこれは日本でも戦後保障問題として今ずっと、うん、クローズアップされてきたものですが、うん、それって結構最近のことなんですよね、うんうん、日本もそうだけど90年代以降でしょ、うん、でヨーロッパでもその植民地支配した国に対して保障を求めるような、植民地非植民地だった、うんうん、ところの出身の人がそういうものを求めるような、うん、声っていうのがまあ、ここ2、30年高まってますけど、はい、それに対するこれがほらこれが保証だよみたいな、うんうんうん、そういう悪態なんですよね。うん、なるほど。これはすごいヘイトスピーチなわけです。ええ、でこれ裏には、はい、ジョン・アーネストっていう、うん、あこういうふうにねびっしり書いてあるわけ。これ裏側ですけど、はい、手前にももう一個あるでしょ。ええ、でこういう感じでこうなんかぐちゃーっと書いてあるんですよね。うん、これはなんか捜査当局が車の中、はいはい、車の外から映したものらしいですけど、さっきのその裏には、ジョン・アーネストで、これは2019年にクライストチャーチか、いやクライストチャーチじゃなくて、うん、サンディエゴのサンディエゴ、うん、パウエシナゴーグ、うん、そのユダヤ人教会を銃撃した、うん、ヘイトクライムの犯人です。でクライストチャーチの話もまあ後で出てくるんですけど、うん、もう一個その真ん中の方にはこれの真裏に書いてあるのは、うん、アンダース・ブレイビク、ブレイビクね、はい、ノルウェーのオスロで、はいはいはい、77人殺した、はい、極右というかネオナチというかですね、あの島でもってね、はい、日本を理想の国としている例のあの人ですけども、の名前とかも書いてあると。なんか過去のそういう大量殺人、ヘイトクライムをこう全部参照して、それを継承するっていうことがコンセプトとしてまずあるわけなんですね。そのことは、その180ページのマニフェストに詳しく書いてあるわけです。はい、で、もう完全に意図的な、ものなんですね。だから、そういうようで、さっきもちょっとちらっと映しましたけど、この黒い太陽ね。で、このページに何が書いてあるかというと、
あの下の方に、To maintain a population, the people must achieve a birth rate that reaches replacement fertility levels in the Western world. That is about 2.6 births per woman. 出生率を白人が上げていかないとダメなんですみたいなことか、なんでこの話になるのかっていうところが今回の一つ肝ですね、そこがね。肝なんです、はい、白人の出生率を 2.06 以上に回復しなければいけないということを主張していると、いうところなんですよ、うん、この安田さんは、この事件ざっとどういうふうに思ってらっしゃいますか。いや、あの完全なヘイトクライムであることは間違いないわけだけども、うん、一つのキーワードとしてね、うん、今野間さんが最後に少し触れた部分、出生率云々っていうところ、うんうんうん、僕は実はこの事件を機会にですね、うん、やっぱり初めてやっぱりそのリプレイスメントという言葉の、うんうんうん、がどのように多用されているのか、うん、用いられているかっていうことをやっぱり改めてね知ることができましたね、これはね、はい、あのそうですね、はい、どうぞ。で、まあこれもザ・グレート・リプレイスメント・セオリーとかっていう言葉は多分これから出てくるんでしょうけども、うん、あの今回の事件はヘイトクライムであること、そして彼を後押ししたのがまさにそのリプレイスメント・セオリー、うん、これどういうふうに訳しますか、人種の置き換え理論って言ってるんですか、ね、人種置き換え理論とか交代理論とか、そういうようなことですかね。そうですね、まあ、今回ちょっと あまりいい訳が思い浮かばなかったの で、これアメリカとかね、はい、あるいはヨーロッパ、特にフランスなんかでもね、はい、これは ルノーカミュみたいな作家が言い出したりなんかして流行ったりしてるわけだけども、はいはい、決してこれアメリカだけの話ではないということ、そうですね、ヨーロッパも、そして日本でも、実はこの、リプレイスメントセオリーというものが形を変えて日本でも結構猛威を振るっているということ、うん、っていうか、ネタをよって常にこうした理論を振りかざしているということ、うん、つまりそのヘイトクライムの背景、背後に潜むというか中核を成しているこのリプレイスメントセオリーというものが今日は一体何であるのか、はい、でそれを生み出したのは誰なのか、広めたのは誰なのか、先導しているのは誰なのかということが多分これからの話につながっていくということになると思います。そのこのグレートリプレイスメントセオリーというのは、はい、その大交代リプレイスですね、あの置き換え、はい、っていう、まあ、陰謀論なんですけども、簡単に説明しますと、はい、その誰かがね、その誰かっていうのは例えばユダヤ人だったり、うん、ディープステートだったり、そういう誰かが、はい、白人とその移民を意図的に移民を送り込んで白人人口に置き換えようとしていると、入れ替えちゃうってことですねというような理論で、これを一番その今メインで広めてるのがタッカー・カールソンという、はい、あのなんていうニュースキャスターみたいな人ですね、うん、でそのこれなんていうのかな、フォックスニュースのキャスターですよね、うんうん、でもう陰謀論ばっかりなんですよ、このタッカー・カールソンっていうのはヘイターで、はい、でそれがこう広めているというのがまず一つ、はい、何でもこの人ね、広め陰謀論ばっかり言うっていうのは、うんうんうん、その、まあ、日本でもそうなんですけど、そういう人いっぱいいるじゃない、まあ、虎ノ門ニュースをその全国のケーブルテレビでやってるようなもんですよね、で当然ロシアに関しても陰謀論です、はい、もうこの人もプーチン擁護一色で、ウクライナが悪いと、はい、で、はい、NATO の東方拡大がみたいなことをずっと言って、要するにバイデンが悪いって言いたいがためにこれを言うわけです、うん、バイデンが儲けるための戦争だみたいなことをずっと言ってて、うんうんうん、陰謀論どっぷりでロシア人に買収されてんじゃないのとか言われてるんですよね、はい、まあ、実際買収されてるという可能性もあるでしょ、ロシアってそういうネット工作をずっとやってきたわけだから、だけどそれと同じことを言ってるのは日本では山本太郎とかになるっていう、そだから令和の人ね、ほんまねこれと同じなんですよっていうことをちょっと真剣に考えた方がいいと思うんです、うんうん、だってこの人何の陰謀論でもね引っかかるんですよ、抗がん日光浴なんかよくこれは知らなかった。これは知らなかった。抗がん日光浴をすると男らしさを取り戻せるっていうふうなことを信じてたらしくて、昔もなんか抗がんの小さい男はどうのこうのみたいなそれはいたでしょ。なんたらさんね。ええ、
変わってしまいましたね。なんか似てるんですよ、やっぱりその、ネタを寄って、やっぱりその、こう、なんていうのかな、セクシズムっていうか、男らしさとか、そういうところに、こう、はまっていくと。まあ、こういうのも、にも騙されるぐらいの陰謀論者なんですけども、でさっき安田さんがちょっと、言いました、このグレートリプレイスメントセオリーっていうのは、まあ、その昔からそういう、ね、人種交代っていうか、はい、すり替えとかね、そういう話って陰謀論の定番なんですけど、直接的に今そのタッカー・カールソンが広めてるようなことを直接に言い出したのはさっき言ってたルノー・カミュという、うんうん、フランスの作家、ルノー・カミュってどういう作家なのか僕よく知らないんですけど、うん、知ってます？いや僕もね知らないんですよ。よくわかんないですよね。この人がね、2011年に、そのものズバリ、ル・グラン・ラン・プラスマンっていう本を出していて、これを英語に訳すと、ザ・グレート・リプレイスメントになるわけなんですけども。要するに、移民がフランスを乗っ取るという話ですよね。はい、結局、その、例えばイギリスの70年代の、イノック・パウエルの血の川演説とか、ああいうのも全部そうなんですけど、移民、反移民とか反ムスリムだとかそういうものの基本形はあいつらがワッと来たら乗っ取られてしまうんだということですよね。で特にフランスの場合はその前にもちらっとやったかな、そのサッカーチームの写真がね、1940年代のサッカーチームと、はい、2000年代のサッカーチームではもう1940年全員白人なんだけど、フランス代表チームね、20世紀になるとアラブ人と黒人ばっかりになるみたいな、そうですね、はい、でそういうこともあってやっぱりその白人至上主義者というのはすごくその乗っ取られるんじゃないか恐怖みたいな、恐怖というか被害妄想、に苛まれてるっていうところに持ってきたのが、だからいろんな形を変えてイギリスの、例えばナショナルフロントとか70年代のね、ヘイト団体もみんな同じようなことを言ってきたわけなんですけども、それを改めてこう本にまとめたのがこのルノー・カミュって人なんですね、はい、でこれが直接的に元ネタになってると。で最近だと、はい、うちの番組でもちらっとやったかやってないか分かんないけど、一番これを広めてるのはフランスのエリック・ゼムールさん、この間大統領選に出た局の人ですけども、はいはい、この人も日本大好き、な人です、で日本を理想の国として、日本語のツイッターアカウントまで始めちゃうような人なんですけども、これがそのグラン・ランプランスマン、グレート・リプレイスメント理論を大統領選の最中もずっともう言いまくってたということがあります。だから一つのなんか今流行りっていうかね、そういうものの一つかなと思うんですけども、やっぱなんかこの人ね、日本を偽装の国として日本大好きじゃないですか。でさっきバッファローの犯人が銃に書いてたアンダース・ブレイビックって人も日本を理想とする曲だと、だからその曲と日本の関係っていうのが事あるごとにポツポツとね、指摘されて、大体の曲が日本を悪く言ってないわけですよ、はい、大体の曲は褒めてるっていう、褒まれてるんですよね。でそのことも今日の特集に多分関係あるんじゃないかなと思うんですけど、なんかそんな気がします。でこのグレートリプレイスメントセオリーとか言ってね、バンと出てきてなんか新しいことのようにみんな言ってるけど、僕らとしてはおなじみの、いやもうそのあれですよね、リプレイスセオリーとか言ってるからなんか新しい、新しい言葉のように新しいなんかそのヘイトの概念がって思って、でも別に思うけど近いよね、もう今世紀始まってからていうかむしろこっちがオリジナルなんじゃねえのぐらいの、なんかそういうこと多いじゃないですか、なんか、いろんなひどいヘイト事件でたどっていくと日本がオリジナルみたいな。そうですね、だからね、これ例えば人種の置き換え理論みたいな言葉にするから、さも何か新しい理論が生まれたかのように思うけども、これ言い方変えればね、日本が乗っ取られるっていうのはまさにこれね、リプレイメントセオリーなわけですよ、じゃあ日本に乗っ取られるってことはいつから私が来たじゃん、もうずっと聞いてるよね、この数十年間聞いてる。これ言うんだったら、ルノー・カミュが作ったその移民がねフランスを乗っ取られるっていうこの本がね、ヨーロッパですごい評判になってるわけだけども、日本ではじゃあ
例えば漫画転換流なんていうのはね、うんうんうん、まさにリプレイスメントセオリーだったわけですよ、うんうんうん、在日が日本を乗っ取るっていうね、うんうんうん、そういう荒唐無稽なバカバカしい理論を漫画で示して、これはバカ売れしたっていう事実もあるわけで、うんうんうん、だから我々にとっては非常に耳に、もう焼き付いてる、うん、網膜に焼き付いてる言葉であることは間違いない。で、ね、はい、で、まあそういうものの一例として、この間、たまたまもう野良ネトウヨの人なんですけど、なんか別に有名人でも何でもないけど、凝縮するようなものを1個見つけたので、はい、晒しておきますが、はい、これは須藤元気がね、参政党も支持しますとか言ってダメツイート、令和も参政党も支持しますとかダメツイートをしてたんですけど、それに対してさらにダメなやつがリプをして批判してるっていうね、令和もみんなグルなんだとなんかわかんないでしょ、関係が、うん、分かんない。須藤元気はまずダメなんだけど、うんうん、それに対してもっとダメなやつが須藤元気のことを批判してるわけで、令和とかあれはみんな朝鮮人なんだと、うん、でいうことを言っていて、この画像が4枚貼ってあるんですけど、うん、何回見たことあるようなやつばっかりですけど、はい、改めて、中に何が書いてあるかというと、電通の理念、うんうん、これグレートリプレイスメントセオリーでしょ。日本人の女を集中的に狙い洗脳しろ、セレブや海外セレブやハーフタレントをもてはやし、日本人は劣等民族だを植え付けろ、日本人の男ベース日本人の女の対立を煽り分断しろ、日本人の男が女から強いてられる CM を大量に作れ、日本人同士を結婚させない子供を産ませないように誘導しろ、日本人同士結婚してたら離婚させる方向に仕向けろ、女が活躍するドラマばかり作れ、男は無能なやつ役、我々役にしろ、電通が力を入れるドラマには必ず韓流スターを出演させろ、イケメンブームを定着させ、男は外見が全てだと日本の女を洗脳しろ、我々がステマしてやれば無名女優も売れっ子女優に早変わり、というのが電通の理念だとこの人は主張してるんですけど、さっきの犯人のマニフェストに出生率のことが書いてありましたよね。まさにこういうことを言ってるわけです、うん、要するに日本人の男の遺伝子を残させないようにこう裏から操ってるやつがいるのだっていうのがこの人 の, 考え。なるほどね。でこの人ね、多分グレートリプレイスメントセオリーとかね、知らないでしょ、知らないし、多分そのルノーカミュの本なんかも読んでないと思うし、だけど自動的に同じになるっていう、ここのがポイントかなっていう。いや、本当そう思うんですね。で、ちなみに、うん、ちなみに、うん、これ電通こんなこと言ってませんからね。そうそう、これはデマですから、ね。ただね、デマなんだけど、うん、あ、巧妙だなってちょっと思うところ実はあった。うんうんうん、電通のね、この物言いね、うん、させろとかしろとかってね、うん、電通鬼の十訓ってあるんですよ。今やってないけども、うん、かつて電通っていうのは鬼の十訓って言われる、うんうんうん、食いつけ食らいついたら話すなとかね、うんうん、そういう鬼の十訓っていうのは朝礼で全員に昭和させてたっていう時代がかつてあったの。で、これ電通鬼の十訓って言ってですね、うん、業界では結構知られてるわけですよ。うんうん、で、電通ってそれほど猛烈企業だった。その物言いとね、そっくりなわけです。うん、で、それをネトウヨ的な言語感覚と入れ替えたら、うん、まさにこの鬼の十訓の、うん、喧嘩十訓みたいになってくるわけですね。ですね。ええ、ポイントはね、うん、この物言いって、はいはい、インセルでしょ。その通りです。完璧な。そうですね。でつまりこれ、アンチフェミニズムの主張にもなってるわけなんですよね。でそのインセルでありアンチフェミであり、はい、違反ポリコレでありみたいな、うん、要するにポリティカルコレクトネスに対してもそれは、うん、陰謀でそういうふうに仕向けられてるんだと、はい、いうような主張がこの中に入ってるわけで、これも、うん、実はやっぱ偶然ではないということが分かるかなと。これは、はい、おなじみの同じ人が挙げてた画像ですけど、こういうね、うん、今までの総理大臣はみんな朝鮮人だったっていう、ね、うん、でこの先に例のあれがあるわけです、うん、天皇は朝鮮人に入れ替わってると、はい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 、これがその田伏がどうのこうのってやつですよね、はい、僕この大村虎之助さんね、うん、入れ替わったっていう、明治天皇が大村虎之助に入れ替わったっていう、うん、
話僕取材してますんでね、うんうん、僕大村さんの子孫に会ってますんで、ね、僕大村さんのご自宅まで行ってますから天皇だったんですかって質問までしてますはいそうです言うわけないぞこのおかげで大村さん非常にご苦労された方がなんで、ねこのデマのおかげ で安田さん の, あのタグマにだっけな、はい、これはね現代ビジネス現代ビジネスか、あの、はい、に今でも読めんの読めます、はい、ちょっと検索してみると、はい、この安田さんは実際に会って違 う, ってう、はい、天皇に会ってます天皇の末裔に会ってます入れ替わったとされる人の末裔に合ってるけど入れ替わってなかったですっていうね。あのこれ右は何ですか？右はなんか、はい、いや別に何っていうわけじゃないんですけど、うん、要するに電通がどうのこう GHQ が朝鮮人に権利がどうのこう明治天皇が暗殺されコリアンに入れ替わってます。こういう話ね、ネット用よりもむしろその田臥システムでは三宅洋平とかね、あの、お座神系の、人が多かったですね。なんか、ちょっと左派なのか、リベラルなのかよくわかんない人から出てくる話が多かったじゃないですか。はい、でレプティティアンとか、爬虫類人とかね、今、キュアノンの人は、ゴム人間とか、なんかバイデンが、な実は中身はトランプだとかいう話になってなんか耳のところに仮面の跡がついてるみたいな。そうだからそんなレベルのことを昔言ってたのは、だいたい左翼じゃない？太田流とかね。安田さんの先輩筋に当たる。先輩に当たる。やめてください。あのレプティリアン、爬虫類人っていうのも、あの極左の太田龍が最初に言い出したんじゃないですか、はい、日本だと。わかんないですけど。はい、だから、あのそういう流れがあって、今のその、Q アノンとかの陰謀論も、そういう過去の左派の、多分反ユダヤ主義とかね、まあ左派と言っていいのかな、うん、まあでもまあそうかもしれないね、まあ、言い出しっぺはそういう人たちですからね、うん、でも太田流は左派として言ったわけじゃないということだけちょっと強調したいなと思って転向したってことですね。そういうことですね。まあでもさ、はい、広瀬隆だってさ反ユダヤ陰謀論めちゃくちゃ言ってたでしょ。そうだね原発事故の時にちょっと一瞬復活して、うん、あの原発に関してはまともなこと言ってるから、まあ、よかったんだけど、その時に、広瀬隆復活させて大丈夫なんてちょっと一瞬思ったよね、うんうん、やっぱりあんまり大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃなかったね、うん、まあ、太田流なんかね、瀬戸裕之と一緒に講演会までやっちゃってるからね、うん、そうだよね、うん、だからそういうようなその何ていうの、うん、極左が転んでそうやって極右と合体して陰謀論に結びつくみたいなのもって日本で昔から独自に発達していて、その姿が今アメリカで、いやヨーロッパで、行われていることと多分偶然一致してる。ね、偶然でもない。いや、偶然でもないような気もするんだけど。掘っていくと偶然じゃないんだよ。でもね、日本がこの言説をね、うん、ごめんなさい、一点だけいい、うん、この人のツイートだけじゃなくて、うん、今多くのネットを描いてるマスコミや外国人に乗っ取られてるという言説ね、うん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 、このツイートもそうだったし、うん、この電通取り出す時もそうなんだけども、うん、例えばね、うん、つい最近でもね、うん、あの、九州国際大学の学長で西川京子さんという人がいるんだけども、うんうん、元巻議員ですよね、うん、この西川京子学長がね、うん、美しい日本を作る福岡県民の会っていう憲法に関する講演会でこんなこと言ってるわけ、うんうんうん、日本のテレビ局は中国韓国に完全に乗っ取られていると、うんうんうん、私たちの敵はこういう人たちだっていうことをみんなの前で言ったわけですよ、うんうんうん、でその根拠とするのが、うん、海外のテレビ局の住所を調べたら、うん、日本支局の、うん、日本に拠点を持つ海外のテレビ局の住所を調べたら、ね、全部日本のテレビ局の中にあったと例えば NHK の中には中国中央電視台 CCTV とかね、うん、KBS がいるわけですよ、うんうん、あるいは民放各局の中に全部韓国とかの、民放局のね、うん、支局が全部入ってる、うん、住所がみんな同じだと、うんうん、よく言われるのが朝日新聞の中には人民日報の支局があるとかね、うんうん、よく言われるわけですよね、うんうん、朝日の中には東亜日報っていうね韓国の大新聞社の支局もあるわけだけども、うん、要するに全部乗っ取られてるじゃないかと、うん、単なる部屋貸してるだけだろって話なわけ、うんうんうん、それ言うんだったら産経新聞の本社の中には、うん、韓国の左派系新聞、うん、平壌新聞の東京支局が産経新聞の中にありますからね、うんうんうん、私つい先も平壌新聞から取材を受けたけども、そのために私わざわざ産経新聞の中入っていくわけですから、うん、ちなみにソウルにある平壌新聞の本社の中には、うん、産経新聞のソウル支局も入ってる、うん、韓国の左派の云々っていうんであれば産経新聞の中ですからね拠点はっていう話になるわけですよね。平壌新聞ね、平壌新聞、慶応新聞ね、そうです、はいはい、でそういった形で、ね、うん、もう全く無意味な話であって、うん、マスコミ同士が部屋を貸し合うっていうのはもう昔からの慣例でもって、うん、これは乗っ取るとか乗っ取られるとか文脈とは全く関係ない、うん、しかしネットを言うとそれ好きじゃない、どうだね、うん、会社同じだとかね、うん、同じビルの中にあるとか言って、でそういうのが、やっぱ日本が外国に乗っ取られてるっ
ていう文脈の根拠とする材料になってるわけですよ。そうですね。うん、ね、あのさっきのね犯人は、はい、そのグレートリプレイスメントセオリーみたいなのを覚えて、はい、いつどこで覚えたか。うん。2年ぐらい前まで普通の人だったらしいんですけど、彼はまだ18歳ですよね。そう、つまり高校生だったってことですよね、はい、2年前はね。コロナでロックダウンになってずっと家にいる間にネットを見て、真実を知ってしまったっていう、ネットを見てね、ネットを見てネットで真実を知ってしまったっていう、はいはい、そんでその主な舞台になってるのがやっぱりこの4ちゃんであると。あ、これが出てきた。ここでやっぱり出てくるわけですね。はい、はい、でまあそういうものを一番その拡散してるメディアとして4ちゃんっていうのがあって、4ちゃんっていうのはその前にあの前にも何回もこの番組で出てきてますけど、その 2ちゃんのようなものというか、あの今管理人はあの西村博之さんなんですね。で、画像掲示板なんですけども、もともとはその2チャンネルと双葉チャンネルっていう2つあって、双葉チャンネルっていうのは画像掲示板で、こっちは西村博之は関係ないものなんです。こっちは画像を投稿してるんですよ。オタク画像とかエロ画像とか、そういうものをみんなでシェアする掲示板があったんですけど、双葉チャンネルって日本の、はい、今もあるんです。あ、今もあるんですか。これね、知らなかった。これ現在の画面ですよ、はい、昔のまんまでしょ、変わってないでしょ、ええ、で、これが2001年にできたんです。まあ、はい、結構古いんですよ。2チャンネルの2年後ぐらいで、それに習って、それと同じそのプログラムというかスクリプトを使って作ったのが4ちゃん、はい、4ちゃんっていうのかな、英語だと。で、さっきの双葉が葉っぱが4つになって4ちゃんと、ということで、これも画像掲示板です。でこれがあの途中から西村博之が買い取るんですね、はい、最初の人は、あのムートっていう別の人が管理人やってたんですけども、なんかいろいろ嫌気がさして、やめてしまうと。なんで嫌気がさすかというと、まあ、みんな叩かれたりとか、そのゲーマーゲートって論争の時に、なんかこうゲーマーゲートっていうのは要するにそのアンチフェミニズムの大元みたいな、そういう論争があったんです、うん、で、その時にそのもうすごい誹謗中傷でね、女叩きみたいなことをみんながその4ちゃんの上でやるようになって、それを止めたがために逆に批判されて、だから今の日本のその変なアンチフェミみたいないっぱいいるじゃないですか。ああいうようなものをと同じようなことが行われてたってことね。でそれを叩かれて嫌気がさせてもうやめるってなったところに、ひろゆきがじゃあ私がやりますって言って、今はひろゆきが管理人なんですけども、で、まあ、こういうものがあり、その後はっちゃんっていうのができるんですよね。でこれはあのトランプの議事堂選挙の時にも話が出ましたよね、はい、今はあのエイト君っていうちゃんじゃなくてくんに変わったんですけど、えいちゃんからえいくんに変わったんですけども、2013年開設の、要はその4ちゃんもそうなんですけど、だんだんとこうひどい投稿が増えてくると、こんなのはダメだみたいななったりとか、あと警察の捜査が入ったりとかいろいろして、だんだんこう規制が生まれてくるでしょ、はい、でそれをさらにこうそのポリティカルコレクトネスとかそういうものに一切縛られないものを求めて、どんどん過激に過激にアンダーグラウンド化していった結果として生まれたのがエッチャンなんですよね。ほうほうほう。で今はこれジム・アトキンスっていう人が、運営してるんですけど、はい、この間ほら Q アノンの、まあ、Q アノンのそのなんていうか本拠地というか、もともと4ちゃんだったんですけども、4ちゃん、8ちゃんでその Q アノンの言説がたくさん広まってきた結果、議事堂襲撃事件が起きるというようなことなんですよね、うん、で、これのそもそもの全ての大元が、そうそう、420ちゃんとかあるんですよ。あとね、クラウトちゃんって言って、ドイツには、ドイツの
チャンがあるのね、ブラジルにもなんと55チャンっていうのがあって、なんか世界中みんなチャンがな、後ろにチャンがついてるの全部もう大元は西村博之の2チャンネルなんですよ。で ひどいでしょ、こんなカルチャーなんだっていう、それをチャンカルチャーっていうふうに英語でもちゃんと言われてて、チャンがついてる掲示板のようなものはなんかひどいことが行われてたり、であのレイシストであったり陰謀論であったり暴力であったり、うんうんうん、その違法であったりっていうようなイメージが一つなんかあるんですね、チャンカルチャーね、でっていうようなところで、まあそのさっき の、はい、あの動画もね、はい、ライブ中継の動画も、動画というか、メッセージボード Link to the Buffalo Shooters Violence to a Racist Conspiracy Theory at least 90,000 times、 要するに9万回もそういうその、うん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 、陰謀論の投稿があったということを数えた人がいるんですね、はい、これ調査会社みたいなところですけども、はい、みんながその、この記事にはこれはあの BBC の記事ですけど、うんうん、この局はどう局の、うんうんうん、撮影者たちはどうやって、うん過激化していくのか、はい、オンラインで、はい、でその背景には、うん、チャンがあると、なるほど、いろんなチャンがある、はいはい、いうことをみんな気にしてるんですけども、なかなかその、まあ、一つのメディアだからっていうのもあるじゃない、うん、だけどその大手の Facebook とか、うん、あの Twitter とか、うん、そういうところは、はい、なんかこう対策を取らないといけないわけじゃないですか、うんうんうん、だから対策を取ったりするけど、こういうところは割と一番その野放しになりがちっていうかね、うん、そもそも西村博之っていう人は、はい、2チャンネルの上の誹謗中傷の責任が管理人の自分に問われて、あの裁判で損害賠償命令が出ても全部踏み倒してきた人でしょ。だからやっぱりその根本的に、うん、そういう倫理を持ってないっていうふうに思うし、うんうんうん、でその表現の自由の名のもとに何でもありにした結果が、まあアメリカではこうやってそのヘイトクライムの銃乱射事件にも結びついてるし、日本だと、うん、先週やったようなそのウトロのねヘイトクライムにも結びついたりとかっていう、うん、こういうことをやっぱり、うん、海外のメディアは結構そのチャンが良くないんじゃないかっていうことを、要するにこれもう捜査も入ってるんです、そのチャンに、ね、うん、そのまず Twitch ね、これね、はい、あのニューヨーク州の警察が Twitch を捜査してるというニュースなんですけど、はい、これその下に、本文には Twitch だけじゃなくて、ええ、Twitch や 4chan、8chan、Discord などのプラットフォームが犯人のライブ中継や殺害計画の宣伝を助けたかどうかを確認すると、うんうんうん、そういう感じでもういろんな、捜査の対象にもなっちゃってるんですね。で、西村さんの名前もこうさっきのこれ BBC のこの記事ね、はい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 、この記事には、ええええ、あの、フォーチャンズのこういうところで。なるほど、オーナーとして出てるわけ、名前が。はい、うん、西村っつうのがやっててみたいなことが出て、ええ、ここには何が書いてあるかっていうと、フォーチャンはインターネットサブカルチャーの最もコントロバーシャルなハブの一つで、さまざまなインターネットミームやハラスメント、嵐キャンペーン、そして政治的な陰謀論がいろいろ生まれた場所、うんうん、これまでね。で、犯人の言動論は、フォーチャンのポル板で、過激化したっていう。このポルっていうのは、そこの斜線、POL、はい、斜線っていうね、はい。これはその掲示板の名前なんですけど、はい、あのこれは何かというと、ポリティカル？アンチポリティカルコレクトネス。あ、アンチポリティカルコレクトネス。そう、反ポリコレイタみたいな。はい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 。で、そこで、そういうことをこう、影響を受けて学んでいったというか、あの真実に目覚めてしまったと。で、大体この、ポル板がなんか、問題なんです。まあ、日本だと入足なんだか喧嘩なハングル板とかね、人権板とか2チャンネルのね、うん、そういうその各掲示板によって性質が違うじゃない、うん。なんか普通にちゃんとみんなが趣味の話とか学問の話だけしてるような掲示板もあれば、うん、その人を誹謗中傷したりヘイトスピーチばっかり書いてるような掲示板もある
っていうのがその巨大掲示板の一つの、うん、あのあり方ですけど、その4ちゃんの場合はこのポルっていうところがアンチポリティカルコレクトネス、うん、なんかこの反ポリコレ、反フェミニズム、うん、女叩き、マイノリティ叩き、うん、それから反移民みたいな、この類型って、日本のね、同様とほぼ同じじゃない？そうですね。うん、だからこういう話全部すっかり、わかるし、うん、で、そもそもそのみんながそのプラットフォームに使ってるのが、うん、日本人が考えたものの影響下で、うん、西村博之さんが考えたものの影響下で世界に広まったものである。うん、やっぱりそこには、その、プログラムの、例えば匿名でね、書けるっていうのはあんまりないんですよ、海外に。だけどそのチャン系のものはだいたい名無しで書けるようになってて、その登録ハンドルを登録しなくても良いと、うん、このカルチャーは2チャンネルから明らかに始まってるんですね。へー。で、その掲示板だからやっぱり、道具に過ぎないんじゃないかっていう意見もあると思うけど、うんうんうん、どう思います？そういうことを言う人がいた場合、掲示板は道具に過ぎませんよ、うん、なんだけども、うん、その道具がいかに差別を生み出していくのか、いかに偏見を植え付けていくのか、うん、そしていかにヘイトクライムを生み出していくかってことを考えると、うん、危険な狂気ですよね、うんうんうん、となりうるものだということ、うんうん、僕は掲示板すべてを否定するわけではなくて、なんか僕も見たことありますけど掲示板、うんうん、だけどなんか普通に真面目に会話してるとこもありますでしょ、うんうん、でなんか役に立つような情報があったりっていうことを僕は全然否定するつもりはない、うん、しかし一方で掲示板っていうものがいわば差別を生み出す工場として機能している部分っていうのは非常に大きいわけで、そうですね、そして問題はね、問題はね、うん、それを放置容認していることですよね、うん、むしろ煽るため、つまりこの狂気を野放しにしているというところ、うん、何の制限もなく規制もなく、そしてそこにさまざまな問題が噴出しているにもかかわらず、うん、それを許容しているという状況がやっぱり許しがたいなと僕は思いますけどね。そうですね、はい、これはあの藤原学士さんという、はい、朝日で Q アノンの記事、連載記事を書いてるからですね、はい、取り上げてますけど、あんまりそのこれ以外の記事がないんですよね、その匿名掲示板に関してですか。4、うん、ちゃんがそのこの、あの犯行に直接関係してるっていう記事があんまりない。まあ、Twitch とかもいろんなものがあるけども、そのこの人が影響を受けて、グレートリプレイスメントセオリーにはまっちゃったのは4ちゃんだったということ。でさっき言ったその掲示板は道具に過ぎないということもあるんだけども、そのどんな道具を作るかっていうところに理念が反映されるわけですよね。最初2チャンネルって IP アドレスを記録しないっていうことが特徴でした。でだからなんかひどい書き込みがあっても誰が書いたかは絶対分かんない。そのサーバー自体に IP アドレスを取得しない、サーバー自体が投稿者の IP アドレスを取得しないから誰が書いたか最初からは絶対分かんないですよっていうのが売りだったんだよね。でも犯罪とかが増えたから、うん、途中から IP アドレスは取得しますってことになったんだけど、やっぱりそこはその理念でしょ。完全にアノニマスで自由に発言できる場を作るっていうのが、まずその時の2チャンネルのだったし、できるだけ規制を少なくて、うん、ポリティカルコレクトネスに反したことでも、できるように書けるようにすると、うん、それから2チャンネルでこの話も何回もしてますが、あの人権いたっていうのがあってね、人権問題に関する掲示板が2チャンネルの中にありましたけど、うん、実質的に人権いたっていうのは差別いただったんですよ、うん、でそこ差別は人権いたでお願いしますって書いてありましたから、要するに差別的な書き込みを全部そこにかあの、隔離するっていう目的だったんだと思うけど、実際には隔離なんかされてなかったし、うん、人権いたではむしろヘイトスピーチをしに来るユーザーばっかりだったしみたいな感じで、うん、多分そこは人権っていう言葉をなんか半分揶揄でつけてたんじゃないかなと思うんだよね、最初はね、うんうんうん、だからそういう理念がやっぱり現れるわけで、そういうものをがその共鳴、世界で共鳴して共感を得てどんどん広まって、はい、なんとかちゃんっていうのがいっぱいできて、それがこういろんな問題の温床になっているというのが現在の状況ですよね。で例えばそのひろゆきはもちろんその直接的にこの犯罪に責任があるとは思えないけども、
やっぱり何らかのその責任というか、はコメントは対応というかね、うん、求められると思うんですよ、4ちゃんに関して。でさっきの4ちゃんというのは最初に作った人は、まあ、あの双葉チャンネルを真似して、はい、アメリカにもこんなんあったらいいなって作ったわけなんですけども、まあ、ロリコンの絵とかね、要するにキモオタの人が使うためのものなんですよ。でそこにどんどんそのいろんなグロ画像とか、いろんなそのものをみんなが、あとネットミームね、変なコラとか、ね、はいはいはい、そういうものを今一番多いアクセス数が多いんじゃないか、アメリカでその4ちゃんが。そうですか。それぐらいの規模に発達しちゃってるんですけど、そこの人がね、2015年にその西村博之に、その4ちゃんを売っちゃうって話をしましたよね、はいはいはい、その時にこういうことを書いてるんです。まあその挨拶というかね、フルサークルってみんなつながってるんだよっていう、はいはい、西村博之に売ることができてよかったみたいなことが書いてあるんですけども、ここにいろいろあの現地となられることがいっぱい書いてあって、The Great Grandfather of 4ちゃん、で4ちゃんの、まあ、多分ファーザーが双葉チャンネルで、なるほど、そのファーザーが2チャンネルっていうことだと思うんですけど、で、西村博之がいなければ4ちゃんのようなものはこの世になかっただろう、誰もこんな楽しみ方ができなかったって、それぐらい偉大な人であるっていうことを書いてるんですけど、はいはいはい、これまさに逆説的に言うとまさにその通りで、だからこそ海外のねメディアがね、今回の銃撃事件に関していちいち西村博之の名前をデーンと出すという流れになってるっていうことなんですよね。だから、本人に刑事責任なんかもちろんないと思いますけども、そもそも西村博之っていう人は昔にチャンネルがそのちょっといろいろ問題になった時に、あの嘘を嘘と見抜けない人はみたいなこと言ったじゃない。で、それはもう嘘を嘘と見抜けないやつが悪いんだから、掲示板なんか自由にやればいいんだっていうようなことを言ったけど、そこから約20年経って、議事堂が襲撃されるわ、フォーチャンを見て真実に目覚めたやつが銃乱射するわっていう、そのことに対してどう思ってんのかぐらいがいい、コメントすべきだし、日本のメディアはコメント取りに行くべきじゃない？そうですよね。そもそもあれでしたっけ、例えば2019年に、ね、50人亡くなったニュージーランドの銃乱射事件、さっきのクライストチャーチの、あの時ライブ画像を流してたのも4ちゃんでしたっけ、ね、そうなんです。4ちゃんの上で、まあ、ライブ画像を4ちゃんとか8ちゃんでこう流通してたっていうかね。ああなるほどなるほど、はいはい、ライブ画像、ライブの配信は何でやってたか分かんないけど、あ、まあ、そうか、その動画が4ちゃん、8ちゃんで拡散したっていう、拡散されたっていう、なるほど。で、はい、その人も実はグレートリプレイスメントセオリーマニフェストを作っていて、今回の犯人は全部それのマネなんですよ。マニフェストもコピペなんですよ。重要なところはコピペして自分でそれなんかその新しい要素を付け加えて名前や固有名詞を入れ替えたりとかして作ってて、だからネットカルチャーのコピペ文化によって起きてる、そのマニフェストもコピペするし、行為自体もコピペなんですよね、はい。でそのコピペ元っていうのがどこかというと4ちゃんであったり8ちゃんであったり、そういう掲示板だったりとか、はい、そういうような感じだとこういうことなんですけども、あの、まあ、西村博之って誰やねんって人はいないけど、一応タイトルにまでしてるから紹介しておきますとこうですね、今4ちゃん管理人ね、管理人というか運営というか社長ね、今 YouTuber としてなんかすごいですよね。 YouTuber もそうですが、アベマとかにも出てくるしさ、その安田さんは断ったやつも、ひろゆきのやつだっけ、アベマなんか断ったことあったでしょ。もうしょっちゅう断ってるからあれですけど、ね、しょっちゅう断ってんだだからなんか最近文化人扱いになってテレビとかに地上波とかに出まくってるけど、それ良くないよねって思うよね。うん、ね、まず何が良くないって、まあそういう掲示板のことは100歩譲って置いておくとしても、こいつ損害賠償を踏み倒してるやつじゃんと。それ倫理的にどうなんですかっていうこと。だからその昔ワイドショーがさ、あの氷菓子の面白がってよく取り上げたりさ、ヤクザ取り上げたりしてたけど、それに近いことをなんで解禁されてんのっていうの。そういうのありますよね。腎臓売れって豪語しながらね、うん、あの借金取り借金返すなら腎臓売れって言ってて、うん、パクられた地域なんかその
いたんだよ、なんか。いたよね。うん、あ、なんかお金をばらまく。そうそう、スタジオで呼んで金ばーってばらまいて、っていう、あれも芸だったわけだけども、うん、それを、あの、何の注釈もなくし放映したメンタルっていうと、ほとんど変わらないってこと、ね。うん、それさっきなんかね、うん、このコメント、チャット欄のコメント、一番上に始まる前に、はい、始まる前だから安田さんの見てる方には出てこなかったんですけど、はいはい、始まる前に、どっかの市が、福岡がどっかの何とか市が、うん、あ、西村博之を顧問に迎えたみたいなことを書き込んでる人がいたな、ちょっと僕今その、ね、事実は確認できないんですけども、はい、あの、なんかそういうことを書き込んでる人がいたので、もし知ってる人がいれば、あの、詳しいことをチャットに書いてください、はい、あ、そうそう、杉山社長、そうそう、あ、杉山社長、杉山、懐かしいな、そうそうそう、懐かしい懐かしい、え、そんなの書いてくださった方いたんですね。だから、そう、だからそれぐらいのもんなんだよっていう認識はないでしょ。なんか普通の文化人とし、ちょっと辛口の文化人ぐらいの感じで出してるじゃない。はい、うん、でよくないよね。で、ちょっとそのなんかチャンカルチャーの歴史をちょっとまとめてみたんですけど、お、例によってあの年表ね、はいはい。俺年表マニアになっちゃってるからね。もうこれあの僕は興味のあることしか書いてないですから、あの、いろいろ抜けてることあると思うんですけども、うん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 、こうやって並べてみると、うん、1999年に2チャンネルができてから23年ですよね、はい、で、4ちゃんももう20年経ってると、うんうん、ああ、そう、経ってんだね、で、2チャンネルの上で起きたことの、うわー、嫌だなと思ったことをリアルタイムで全部記憶してますけど、イラク人質事件の自作自演説ね、これは2チャンで 主に広まりました。だからイラク人質事件オフって何かわかる？僕これ取材したことある。実際にオフに参加した人が羽田空港で待ち受けたわけですよね。うん、そうなんです、はい、高藤さんとかがね、帰ってくるところに、ま、なんかあの、はい、待ち受けて、ええ、あの、行ってよしとか、そういうプラカードを掲げて嫌がらせをしたっていうのがありました。ね、この時の中心メンバーが、後に反フジテレビ運動の中心メンバーに なってくるわけです。はいはいはい。はい、反フジテレビでもあったけど、入れ忘れてるね。2011年だね、あれはね。はい、あと そのオフっていうのは要するに2チャンネルの上ではデモのことをオフって言ってたんだよね。フリーチベットのデモのことも大規模オフっていう掲示板で、うんうん、オフ会としてやるっていうそういうカルチャーでした、うん、で作る会教科書支援で50人が杉並区に押し込まれましたね。それもやっぱりそんなように、はい、これはあの作る会の教科書を応援するネトウヨが2チャンネルの上で集まって押しかけていったと、はい、でアスキーアートみたいな、はい、看板を出してね、はい、でこの動物病院名誉毀損事件で管理者責任っていうこれが一番あの結構重要で、それまでその掲示板の書き込みを書いた本人にあるから知りませんよで通ってたのが、うんうん、いやあの削除しろって申し立ててるのに削除せずに放置したことに責任がありますということが認められたわけですよね。でもこっから先ずっと広いこっから先ひろゆきを訴える流れになるんだけど、ずっとあの踏み倒してますよね。山本一郎とかには払ってるんだけど、で、そうこうするうちにニコニコ動画の管理にもなり、ニコニコ動画といえば在特会です。だ結局この後2007年に在特会ができて、はい、ニコニコ動画でおなじみの在特会在特権を許さない市民の会でございますってやるわけですよね。そうですね。だからまずニコ動もそういうヘイトの温床であったと。毎日新聞変態報道事件って覚えてます？覚えてます。これはどういう事件だったんですか？若い人はもう分かんないだろう。英文毎日ですね、はいはい、英文毎日でもって要するに日本人女性の、うん、なんか生態みたいなものを記事化した、うんうんうん、まあこれも大概にせよって記事ではあったんだけども、うんうんうん、あの妄想も半分間違えた、うんうん、でこれで、まあ、問題なのはね、これを日本人を貶めるために、うん、反日毎日新聞がそういう記事を連載したっていう文脈にすり替えられて、うんうんうん、ネトウヨが連日竹橋の毎日新聞本社前で、うん、デモ凱旋を繰り返したというそういう事件ですね、うん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 、でこの時には確かそれこそ桜井誠とかもみんな参加してんじゃなかったかな、うんうんうん、であれですわ、はい、で彼らはこの時からいわば単に嫌がらせをするだけじゃなくて、うん、この毎日新聞にもう広告を出している企業に、うん、広告を取りやめるよう圧力をかけるといったね、うんうんうん、でバカバカしい運動だなと思ったんだけど、うん、実はすごい効果があったわけです。そうバカバカしい運動だなって当時思ったけど、みんな一応、あの社会運動として、
かなり効果を発揮してるんだよね。でその在特会なんていうのもそうだし、ネットから生まれたヘイト団体として初期は注目、はい、特にだから安田さんのね書いた本が、だからネットと愛国というタイトルになるわけですけども、だから日本でもう2000年代にその、まあ、アメリカなんかに先駆けて、はい、そのヘイトの温床としてのチャンが、はいはい、あのいて、それをまあ僕らリアルタイムで見てきたということが言えるかな、でそれを全て始めたのは西村博之で、でまあ、今も携わっているとこういうことなので、その何ていうかな、この西村ヘラヘラの責任を糾弾追及して糾弾するぞって感じじゃないんだけど、いやお前ヘラヘラしてるだけであかんのちゃうっていうことは言いたいですよね。うんうんうん、そうですよね。うん、でそのチャンカルチャーの、はい、歴史をまあ、はい、ざっと、この辺まででもうだいぶもうイライラするじゃないですか。あの見てる人もだいぶイライラしてますけど、2チャンネルカルチャーを。で、韓国への修学旅行中止運動っていうのがあってね、これもなんかどっかの高校かなんかが、韓国に修学旅行を呼ぶっていうのをその辞めさせた。辞めさせちゃったんです。で、その頃、エイトちゃんができます。エイトちゃんが目指したのはインターネットの最も暗い場所と。でこれはあの4ちゃんがいろいろその固いこと言うようになってきたからこっちに移るみたいな感じで、でその後なんか2チャンネルが乗っ取られたりとか、さっき言ったゲーマーゲート論争っていうのが起きてね、これがそのアンチフェミの海外でのね、すごい一大アンチフェミニズム女叩き運動みたいになるんですけども、でピザゲートっていうのはこれもトランプの大統領選の時に起きた事件ですけども、まあ、フェイクニュースの拡散ですよね。これワシントンに実際するピザ屋さんが舞台になったわけですね。そう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 、はい、でなんかそれがえらいフェイクニュースの解散になったと。でそのジム・アトキンスが乗っ取ったものはなんかいろいろ訴訟が起きたりして、その細かいことは省いてますけども、その当時の2チャンネルっていうのは今5チャンネルに変わってるんですね。これはひろゆきは違うんです、関係ないです。で、5チャンネルは今みんなが2チャンネルと思って見てるやつで、2ちゃん .sc っていうのもあるんですけど、そっちはあんま人がいなくて、なんかややこしいけど、まあとにかくちゃんがついてると大体似たようなもんだな。なね、人脈的にも似たようなもんだなっていうふうに考えておいていただければいいかなっていう感じなんですけども、で、この2000年代、2010年代後半はやっぱり、はい、そのまあ、Q アノンが登場したり、Q アノンはやっぱその4ちゃんのポル板で登場し、最初に登場したんです。うんうん、でそこから8ちゃんに移っていく。うんうん、で、うんうん、クライストチャーチのモスク銃乱射事件は4ちゃんでライブ拡散、で8ちゃんにマニフェスト。そのマニフェストのコピペが今回の銃撃事件のマニフェストであると。で2019年ルーパスト銃乱射事件 でそのえっちゃんがそのサーバー会社があるでしょ、大元の、うんうんうん、が止めちゃったんですよ、はい、でそれが復活したのがその3ヶ月後で、今それがえっちゃんじゃなくてエイト君になって再開したんですけど、はい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 、そこでまたそのいろんな Q アノンとかいろんな陰謀論がわーっと渦巻いて、みんながどんどん過激化していって議事堂襲撃事件が起きるというのが去年の1月ですよね。でその後、今回のような銃乱射事件が起きると、はい、でこれの大元全部一番最初99年の一番最初これひろゆきになってるでしょ、だから今回のタイトルに名前が入って、うんうん、個人名が入っちゃってるわけですね。なるほど。だからひろゆきさんは、うん、まあ偉大っちゃ偉大なんですけど、うん、かなり悪い意味での偉大さあるよっていうところが今回のそのポイントかなと、うん、思いました。なるほど。だからどうしろってわけじゃないんだけど、みんなのんきにもてはやしてたら多分偉いことになるよ。本当そうだよね。って思うな。ええー。でその結局アメリカのね、そのリプレイスメントセオリーはね、うん、まあ、冒頭でもその形を変えてとか、もしかしたら日本が元祖かなって思えるぐらいに、うん、いわば何々に乗っ取られるみたいな言説として登場したわけで、うん、在特会はまさにそうだったわけでしょ、うん、結局やつらさ、うん、いろいろ切れ事言ったところで、うん、日本が在日に乗っ取られる理論だよね、うん、結局それをずっと言いくるめたわけじゃない、うん、あっちこっちで方言してたわけで、うん、で結局そのね
形なんて姿形てのとしての街頭デモやるネトウヨっていうのはだんだん我々の視界には入ってこなくなったけども、うんうん、でもよりねあの分かりやすい形で例えばどうしてもこれ言いたいのは去年のね、うん、野間さんなんかも、壇上に登ったりした武蔵野市の住民投票条例ですよ、うん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 、あの時に住民投票条例に反対する、うんまあ、在徳在とか日本一もそうだけども、うん、あの国盛も含めてね、うんうん武蔵野が外国人に乗っ取られるグレートリプレイスメントセオリー言ってましたよね。まさに国森だけじゃないあの自民党の政治家もみんなそうだった政治家もみんな言ってたっていうこのことが大変なことなんです。そうですよね。だからお前ら、ね、その前その何ていうのあの和田政宗とか、はい、あの民主元民主党のもう名前も忘れたあいつ、うん、長島長島とか、お前らこのあの銃撃事件の犯人と考え同じだからっていうことを俺は言いたい。いやそうですよね、はい、であいつらみんなそう国会議員ね、うん、その名なしのわけわかんないネトウヨだけじゃなくて、うん、実際に国会議員として、の連中がみんなそのリプレイスメントセオリーを持ち出して、うん、武蔵野外国人に乗っ取られるみたいなことをね、うんうん、ずっとデマを流してた、うん、だからかなりメジャーな動きの中にもどんどん入ってきてるわけですよね。うん、それは本当にムカつくというか、だからもう全然おなじみです日本ではね。全くその通りです、はい、それからね、うん、犯罪を起こすということですよやっぱりそれが、うん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 、これは書き上げて話すけども2016年にね、うん、あの博多の天神でもって差別落書き事件があったの、うん、デパートの中にベラベラベタ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 中国人か観光人追い出せみたいなね、うんうん、ビラを貼ったやつが住居侵入でもって捕まったの、パクられた、うんうんうん、僕その裁判ずっと傍聴言ってたんだけども、うん、その時何を犯行の動機は何かっていうと、うん、やっぱネットなんだけども、うん、ネットを見た63歳の元学習塾経営者ですよ、うんうんうん、ちゃんとした人はもともとは、うんうん、そいつがネットを見てねネットは初心者だったらしいの、うん、でなんか知らないけど在日って調べたら怖くなったと、うん行政も芸能界もそして政治も全部在日に乗っ取られてる現実を知っちゃったわけ。現実を知っちゃったわけですね。発見したの、うんうん、そして自分の妻にね大変なことになってると、うん、日本が在日に乗っ取られたことを知ってるかって言ったら、うん、妻の方が頭良かったから、うん、バカなこと言いなさんなって突き放したわけ、うん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 、でもそれが良かったか悪かったかというと結果的に悪く出たのは、うん、うちの妻でさえ信じてないってことは、うん、日本人みんな知らないだろうとこのことを、うん、ネットの真実を広めなしちゃいけないって言ってアウトプットする能力がないから手書きで持ってビラを作ってですね、うんうんうん、そしてあの福岡の天神バスセンターとかあの辺にベタベタ貼って、ね、こうやってパクられてしまったっていう事件なんだけど ね、ある意味真面目なんだよね日本を何とかしなければと思っちゃうわけですよ、まあ、乗っ取られてるっていう現実を知らせたかったって言ってんだから、そう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 、だからそういう真面目なバカな人っていうのがやばいんですよ、こういう場合にね、はいはい、うん、でこの犯人だってふざけてるわけじゃなくてすっごい周到に準備して、うん、マニフェスト180ページ書いて、まあ、コピペですけどで準備して用意していろいろ下調べをしてやってるっていう真面目さはやっぱあるわけですよね。本当につまり人種の置き換えを信じてたわけね、彼は。信じててそれを阻止しなければいけないと考えているからなんですよね、はいはい、本当にだからまあそういうものの大元にひろゆきがいるよと、お前大丈夫かっていう、まあ、ひょうひょうとしてたらいいっていうもんじゃないよみたいな、そういう話を今日は、しました。はい、はい、なんかちょっとまあ、 あのこの話いつまやりだしたらいつまでも続いちゃうんでこの辺で一回区切っておきたいと思います。はい、はい、特集は以上。はい、今日もまたあの何もコメントを読む暇ね、本当たくさんいろんな方書いてくださって本当ありがとうございます。間違いが後で全部一応見直しますから、はい、間違いの指摘とかあったら書いておいていただければ、はい、後でなんかそのコメントで訂正しましたりします。はい、今日じゃ あの最後告知3発、はい、まず1発目、はい、やっすんの講演会、わざわざ、はい、これオンライン1000円ですね、うん、あのクレヨンハウスですね、それクレヨンハウスですね、はい、はい、今度の土曜日の朝なんですね。これはやっぱり朝の9時からやるわけですね。はい、私はこれはなんかちょっとソフトな感じで、クレヨンハウスだけにちょっとソフトな感じ で、いや全くソフトなこと考えてません、はい、そうですか、はい、はい、次の土曜日です。はい、今度の土曜日です。朝早いです。はい、はい、朝9時からやっすんの話を聞いてください、はい、全員オンラインなんだよねこれね、多分ね。そうなんですかね、うん、まあ知らない、はい、1000円です。はい、はい、次難民移民フェス。あ、そうですね。これはどういうもんなんですか。はい、ありがとうございます。あのね、6月4日に行われるんですけども、うん、これ安田さんなんか関わってるの？うん、あのいや関わってるってわけじゃないんですけども、うん、僕もちょっとボランティアとして行くかもしれませんけども、うんうんうん、あの日本に住んでる難民移民、うん、そういう人々がどうやって生活してるのか生きてるのか、うん、でそのどんな環境になるのかってことを知ってもらうためにね、うんうん、つまり今難民移民は私たちの隣にいますよ
で、そういうことを知ってもらうために、隣で生きる人と知り合うためのフェスなんです、はいはいはい、フェスといっても、本当に手作りです、どっかの大きな団体がね、ドーンってやるんじゃなくて、本当市民みんなでお金出し合ってね、そして本当に地味に地道に、お祭りをするという形なんで、ぜひこれね、みんな助けて、ぜひ行ってですね、知ってもらいたいなと思います、はい、6月4日の11時から16時まで、はい、これ練馬区なんですね、はい、練馬駅から歩いて1分の平成つつじ公園というところと、はい、ここ練研修室というところ、雨が降ってもやります、はい、雨が降った場合にはこの研修室の中でやると思いますけども、公園と研修室の 2箇所でやるということですね。そうなんですね、はい、難民を知る関わる応援するチャリティーフェスだと思ってください。で、まあ、いろいろあるんです。例えばゴスペルとかアフリカの太鼓の演奏があったりとかですね、あるいは南米のミートパイとかミャンマーのケーキとかアフリカのドーナツ、こんなものなんかも販売されます、それから仮放免者、美容師の経験を持つ仮放免者によるアフリカンヘアの編み込みなんかとかですかね、あるいはミャンマー人のネイルアート体験とか、そういったことも行われます、それから、仮放免支援の現場に立ち続けている方のトークであったり、あるいは難民移民の本をセレクトした本屋さんの出張販売なんかもありますしね、あるいは僕なんかもちょっと関わっているコンゴ人のね、人なんかがトートバッグなんかを作ってね、それを販売したりするんで、アフリカ柄のトートバッグなんかも非常にお得な、なんで購入することもできますんで、ぜひ近くにいる方、近くでなくても足を運んでみていただけたらありがたいなと思います、まあ、こういうフェスってね、僕いつも思うけど、あんまり難しいこと考えずに、飯を食いに行くっていうのがいいと思うんですよね、その食い物っていろんなことが分かるし、とりあえずうまいし珍しいものも食べられるしってことで、ぜひそうですね、ただね、コロナ禍であるということと、公共のところなんで、火を使って、ね、調理が今回できないんですよ。あ、そうなんだ、飯ないの、ですからね、食べ物はあるんだよね、南米のミートパイだったり、ミャンマーのケーキとかアフリカのドーナツなんかもありますんでね、でそういうものはぜひ買っていただきたいと思いますね、これね、難民フェス、チラシもありますので、いろんなところで配りたいと思ってます。では最後、これは前々からいろいろお伝えしている、新須子さんとヘイト裁判ね、ニュース女子の判決が6月3日に出ます、はい、でその日に報告集会がありますので、これは誰でも参加できるのかな、このすごい豪華メンバー、6月3日金曜日17時、から記者会見、18時から報告集会、神田の在日本韓国 YMCA 地下スペース Y ホール、神田猿楽町、これは、まあ、水道橋か、神保町から歩く感じですね。そうですね、はいはい、これも1000円です、はい、これまさにヘイトの最前線でもって、弁護士としてあるいは学者として、いろいろ支えたり、提言している諸岡康子さん、田中博さん、幸田博子さん、前田明さん、こうした方が出ますんでね、ぜひお話聞いてみてください、はい、じゃあ6月3日です、はいはい、今日はこんなところで、終わりです。来週は何日、4日、来週は1日2日、1日です、ごめん、1日ですね、はい、6月1日にお会いしたいと思います、はい、今日もね、たくさんの方いろいろ書き込んでくださって本当ありがとうございました、はい、ちゃんと読んでます、読んでくださいね、はい、はい、では今日はこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。